こんにちは今回ご紹介するのはこちらの小説です「八日目のセミ映画にもなっている物語ですのでご存知の方もいるかもしれませんが非常に面白い物語でしたでこれは幼児誘拐事件というものがテーマになっていまして不倫相手の子供赤ちゃんを誘拐した女性とその誘拐された娘の物語ということになっています。 でこのまあ、それを娘をさらってそして逃げていくわけなんですがさまざまな場所が舞台になっていましたその中でも特に印象に残っているのはやはり小豆島ということで、えー、この小豆島での風景などが非常にこのなんか印象に残る感じで、えー、読んでみてちょっと行ってみたいなというふうに感じる方も多いのではないかと思いますでその最終的にどのようなラストになるのかということも含めて、えー、ご興味のある方はぜひ読んでいただけるといいなと思います、えー、おすすめの一冊です